よー仕上げ仕上げ。スライスチーズ。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、玉ねぎを丸ごと使ってとろっとろに仕上げた豆乳スープの作り方、もうめちゃくちゃ簡単、電子レンジを使って簡単に作っちゃうんで、ほんとね、玉ねぎ本来の甘みがね大爆発していて、そこに優しい和風の豆乳スープ、これマジで美味しいんでね、手軽に作れて、寒い日なんかにね体も温まってめちゃくちゃおすすめ。このね、とろっとろに柔らかくなって甘みの引き立った玉ねぎ、これとね和風の味付けにした豆乳、めちゃくちゃ組み合わせがよく、ほんとね、なんぼでも食べれる。たくさん作って食べてもちょっと罪悪感ないっすよね、やっぱ豆乳と玉ねぎなんでね。これはほんとおすすめなんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら玉ねぎ1つ、まあ大きさは手のひらに乗っかるぐらい、中ぐらいのものですね。今回はね、普通の玉ねぎ使いますが、もちろん新玉ねぎの時期はね、新玉ねぎでいってください。もうめちゃくちゃ甘くて美味しいです。無調整豆乳 200cc、 はい、こちらめんつゆ2倍濃縮のものを大さじ2杯、スライスチーズ1枚、もう普通のものでもとろけるタイプでも OK です。材料は以上です。はい、まずは玉ねぎね、今回電子レンジを使って玉ねぎを柔らかくしながら豆乳スープ完成させていきますので、まずね、ちょっと玉ねぎの天地を落としてください。こうするとね、座りが良くなりますので。そしてレンチンしてね、とろっとろに柔らかくしたいので、根元の方へ OK ですね。半分ぐらいまで十字に切り込みを入れてください。はい、こんな感じね、こう十字の切り込みを入れちゃいます。この状態で、はい、切り込みを下にして耐熱容器にセットします。あとはね、ラップを表面に当てちゃってください。はい、この状態、ラップをね、ふわっとした状態で電子レンジ600ワットで5、6分加熱して玉ねぎの方を柔らかくしていきます。あの、新玉ねぎを使う場合はね、もう少し短い時間でも OK なんで、まずは玉ねぎを電子レンジでとろっとろに柔らかくなるまで加熱する。よう、玉ねぎちゃんとろっとろになってちょうだい。600ワットでまあだいたい5、6分ですね。玉ねぎが柔らかくなれば OK です。火を通しちゃってください。今電子レンジでね、もうチンしてきました。これ熱いんで気をつけてくださいね。見ても、玉ねぎもちょっと形が崩れるぐらい柔らかくなってます。あ、美味しそう。めっちゃいい甘い香りがする。はい、もう見て、とろっとろ。ここまでできたらね、あとはスープを完成させるだけ。はい、こちらね、豆乳ちゃんをもう上から注ぎ入れてください。うわー、うまそう。そしてめんつゆ、こちらもね、周りから、はい、すべて加えちゃいます。完璧じゃん。はい、この状態で今度はね、豆乳全体的に温まるように、もうラップも何もいらないので、電子レンジ600ワットでまあ1分半ぐらいかな、ちょっと様子を見ながら全体的に温めてください。よー仕上げ仕上げ。もう温まったら OK です。まあ1分半前後ですね、様子を見ながら豆乳全体を温めてください。ここね、温めすぎると吹きこぼれちゃうので注意してください。はいよー、今1分半ぐらいチンして全体的に温めました。もうね、さっと温まれば OK です。はい、最後はね、こちらスライスチーズ上にドカッと乗せてください。この余熱でとろっと溶けてね、一気にチーズのコクが加わって美味しくなります。はい、ここからはお好みですけどね、まあ乾燥のこういうパセリとかバジル、あとブラックペッパーなんかもおすすめ。私はブラックペッパーでいきたいと思います。ちょっと味がクッと締まって美味しいんでね。はい、カリカリカリっとかけてください。
マジブラックペッパーの香り最高やしね。あーでもバジルの香りも捨てがたいからダブルでいっとこうか。パッパッとね。はい完成。ほんと電子レンジで簡単に作れて、丸ごとぶち込んだ玉ねぎもトロットロの豆乳スープ、ぜひ作ってみてください。それでは今日もポーいただきます。うまっ、最高やわ。ほんと電子レンジで玉ねぎに火を通すことでトロットロになってね、玉ねぎ本来の甘みがめちゃくちゃ引き立ってる。いやこの豆乳スープも最高。うん、ほんと味付けはねめんつゆでしただけなんで、結構シンプルな和風の豆乳スープです。うん、うまい。やっぱこの玉ねぎから出た甘さが広がって美味しい。ほんとね玉ねぎもトロットロになってるんで、こうスプーンとかでね軽く崩せる感じ。いやこれ新玉でやったら絶対もっと美味しかったな。今日は普通のでいきましたけどね、新玉ねぎで作るのもおすすめ。めちゃくちゃうまい。うん、いや何よりね最後に1枚のっけたこのスライスチーズ、これがねうまみとコクを広げてくれて、もう最高。玉ねぎもトロトロで柔らかくてめちゃくちゃ温まる。ほんとね電子レンジでさっと作れるんで、これはおすすめですね。寒い日なんかに体も温まるし、ぜひ作ってみてください。うーん、うますぎ。